さて、前回はこの The ease with which users なんとかこのところ説明しかけたってんですよね。さて、もう一遍この The ease with which からもう一遍訳し始めますね。 The ease、ね、容易さ、簡単さ、ね、容易さっていうのはこれですよね、あれ容易さってこれですよね。簡単であること、簡単であることという意味ですよね。 The fact of being easy ということですね。で、簡単であること、容易さ。With which users could make connections。ユーザーが、まあ、これは、どういうふうに訳したっけ、はじめ。出会うことができる。make connections っていうのは出会うというふうに一応訳しておきますね。うん、ね、ユーザーが、出会いの場を作る、出会いのきっかけを作ることができる容易さは、encourage 彼らユーザーにこういうことをするように奨励した、促したということですよね。で、彼らユーザーたちに、こういうことをするようにね、encourage 誰それ、to 動詞ですよね。誰かに何かをさせるように促す、はい、やりなさいよというように、なんていうのかな、けしかけるって言ったらちょっと言い過ぎかな、まあ奨励するというかね、そういう思いを、そういう動機づけをするというか、そういう思いを持たせるね。これだから、もう簡単に言ったら、この前のね、ここを訳すと、自然な訳し方するとね、ユーザーが、付き合いのきっかけっていうか、出会いのきっかけを作るのが簡単だったので、その人たちはこういうようなことをしようという気になったというような感じですね。で、このユーザーたちは何をする気になったかというと、as if they were 何々であるかのように、そのマッチをtreat しようという気になったわけですね。Matches っていうのはいろんな意味がありますけど、ここではね、出会いの相手、マッチングされた相手ですよね。まだそのマッチングする、その、アプリでもってね、出会い系のアプリで、マッチングするわけですね。どの人がいいかな、そうだな、女の人としては、まあ、25歳ぐらいの人がいいかなとか言って、25歳から30歳までとかね、あるいはその相手はな、日本人の方がいいな、あるいは白人の方がいいな、あるいは黒人の方がいいなとかね、うん、で 相手はそうね、収入はこれぐらいの方がいいなとかね、ね、東京に住んでる人がいいなとかね、埼玉県の方が人がいいなとか、そういうようなこと、条件を入れるとマッチングされるわけですよね。あ、この人とこの人ってマッチングされる、そのマッチングの相手ですよね。だから、まあ、出会いの相手、マッチングの相手、出会いの相手というふうに訳しておきましょうか。出会いの相手の複数形ね。で、その出会いの相手をね、出会う相手をあたかもね、あれちょっと待って、あたかも、あれちょっと待って、出会いの相手をここら辺ね、出会いの相手をあたかも、その出会いの相手がね、replaceable であるかのごとくね、だから replace することができるかのように、まあ、交換可能であるかのようにね、この人いらない、やっぱりこっちの方がいいや、そういうふうにコロッと変えてしまうことができるかのようにね、扱ってしまおうという気になってしまったのであったということですね。だから、出会うきっかけを作るのがあまりもそれで、アプリでもって すごく簡単だから、じゃあね、出会うのをやめるのも簡単で、相手をコロッとまた別の人に交換してしまうのもまた簡単というふうに思ってしまうのだったというような感じでしょうね。まあ、ものすごくちょっと自由な訳し方すればね。で、replaceable、ここに replaceable のところに、クォーテーションマークついてますね。クォーテーションマークね。クォーテーションマークがついてるのは、すでに何回も言ってるように、これは強調してるんじゃないです。日本人は日本語を書くときに括弧でくくったらね、その言葉を強調した場合にも使うけどもね、英語ではこれを強調したことになりません。これはあくまでも、
まあ、何かの引用そのまま、誰かが言ってる言葉をそのまま引用してるか、あるいは、皮肉みたいなので言ってるか、うん、今回の場合はやっぱり誰かが言ってるんですね、これね、誰かが言ってるんです、誰かがあの、ユーザーたちが言ってるのかね。まあ、一般ではこの言葉、こういうような言葉はルーしてない、こういうようなことは言われてないかもしれないけども、このユーザーたちがね言ってるか、あるいはユーザーにサービスしてるマッチングの出会い系サイトを作ってる人たちが言ってるか、誰かが言ってる言葉なんですね。そういうふうにそのマッチングの相手、ね、出会いの相手をもう交換可能であるかのように、ね、交換可能だ、replaceable という言葉そのものを使ってるんですよ、この人たちがね。どの人たちか知らないけど、一部の人たちが使ってる、それをそのままここで引用してるから、何だったっけ、クォーテーションマークをつけてるわけですよね。さてと、で、ちょっと待ってね。で、交換可能であるかのようにもう扱ってしまおうという気になったのであったとアーギューしている レイチョル・ディアウトという人がアーギューしている、まあ、主張していると、ね、レイチョルって何となくあの英米系の名前という感じがしますね。でディアウトって何となくあのイタリア人っぽい名前ですね。ディアウト、アウト、うん、イタリア人っぽい名前で、このデというのはオーブという意味で、ね、イタリア語で、アウトというのはアルティチュードという英語がありますけども、高いという意味なんですよね。高い、ハイという意味の、高いという意味 あのイタリア語ですね。だから、オーブハイという意味なんですよ、直訳すればね。そういう意味 あのイタリア系の名前、人の名前ですね。サーネームというか、ね、ファミリーネームなんですけどね。うん、でまあ、イタリア系の名前ですけども、まあ、これはあの、まあ、英米人になりきってる、ね、先祖がイタリア系の人なんでしょうね、おそらくね。で、レイチェル・ディアウトという人がまあ主張していると。この人は、A relationship expert from Match。Match というこの会社のね、会社から来たという、from って言ってるから、その会社から派遣されたという意味にもなるけども、ね、マッチで、マッチに所属している、マッチという会社に所属しているという意味にもなりますね。じゃあ、オーブにならないのか、あるいは、who work for match にならないのかって言いたくなりますね。確かにね、a relationship expert who works for match とかね、a relationship expert, an employee for match とかね、いうふうに言ったらいいんです。あるいはもしかしたらオフと言ってもいいのかもしれないです。ね。アットと言ってもいいのかもしれない、ね。でもね、よくこういうふうにオフ、フロムという言葉をよく使いますね。プロフェッサーの場合はね、プロフェッサーの場合はアットというかな。うん、例えばの話、ドクター、誰それ？ドクター・ジョンソン、コマ、アプロフェッサー・オブ・サイコロジー、アット・ハーバードとかね、うん。その場合はアットというんじゃないかなという気がする。うん、あのハーバード大学の教授だったら at Harvard ってなりそうな気がする、うん、でこの場合は、ね、match という会社の at じゃなくて from、 at でもいいんだろうけども from という言葉は別におかしくもなんともないね、よく使われる言葉です。この match という会社に所属しているこういう人だ、ね、こう match という会社で働いている、ね、従業員である、あるいは正社員かもしれないしね。ともかく別にマッチというところから離れてやってきたという意味じゃないんですよ、これね、うん、でもね、from でこのマッチという会社からやってきたというような意味はあると言ってもいいんですよ。というのはね、マッチという会社を一旦離れて今ここでこの The Economist という雑誌のインタビューに答えてるわけでしょね。でインタビュー、The Economist というインタビューに答えているということは、The Economist の影響下に今あるわけで、まあ言ってみればですね、このマッチという会社からちょっとだけ一歩離れているとも言えなくもないですよね。だから from を使ってるんだということは言える。僕が言ってること、言いたいこと分かりますかね。
今でもマッチという会社に所属している。でもね、一旦このマッチというか会社から、まあ、心理的にちょっと離れて、今 The Economy これね、 The Economist というこの雑誌のインタビューに答えてるわけだから、 The Economist という会社にちょっと近寄ってるわけですよ今ね、ちょっとね。だから From Match なんですよ。 From ね、心理的にちょっとマッチから離れて、マッチという会社からにいるんだけども、もともとね、そこからちょっと離れて今 The Economist 側に寄ってると。別に The Economist という会社に勤め始めたというわけじゃないにしてもね、 The Economist という会社の、インタビューに答えてるわけだから、まあ、The Economist にちょっと近寄ってると。だからこれを From をつけてるんだと、そういう発想でねつけてるんだろうなと思うわけですよ、ね。でもこういうふうに使ってても、元マッチという会社にいて、もう今はマッチという会社に所属していないわけじゃなくて、ね、これはマッチという会社に所属している、ね、Relationships Expert なんだという時にも使えるということですね、From はね。さてと、これはね、Relationships の関係、ただの関係というよりは、まあ、国際関係とかいろんな関係あります。ね、親子関係もあればね、友達関係もあるんですけども、Relationship という言葉を独自にポンといきなり使ったら、よく恋愛関係とか結婚関係ね、結婚関係というのかな、配偶者との関係とかね、まあ恋愛関係を使う、いう場合が多いですね。 Relationship という言葉をいきなりポンと持ってきたらね、で前後関係からね、前後関係から今は友達の話をしてるなという時に Relationships と来たら、あ、これは友達関係だなと。親子関係の話をしているときに Relationships と出てきたら、あ、親子関係だなと分かるわけです。ところがその前後関係がないときにいきなりポンと持ってきたらね、これは大体ね、恋愛関係の場合は多いですね。いきなり文脈なしにいきなり Relationship と言ったらね、恋愛関係を指している場合が多いですね。というわけで、ここの場合はいきなり出てくるし、ほんでまあ大体この記事が全体的にはな、恋愛とかね、結婚を前提とした恋愛というものをね、話題にしている中で Relationships と出てくるから、余計にこれは恋愛関係だなって分かるんですけども、恋愛関係のエクスパートね、まあ、出会いとか交際ってあれですよ、お付き合いという意味の交際ね、交際とか付き合いとか出会いに関する専門家で、ね、マッチという会社に所属しているそういう専門家であるデアウト、レイチェル・アウトが主張していると。でこの人は、このレイチェル・アウトという人は One of the first dating websites、 あ、ごめんなさい、このマッチね、マッチという言葉は、マッチというこの言葉にOne of the first dating websites という言葉が同格として関わってるわけですね。A position、すなわち同格ね。同格。ほんで、だから、最初のデート系ウェブサイトの一つであるマッチですね。そこに所属する、恋愛関係、あるいはお付き合い、あるいは、ね、出会いに関する、専門家であるなんとかデアウトが主張していると。で、です、待ってくださいね、そうですね、次 This stoked frustration。 This って何か、その前に言ったような状況ですね、前に言ったような状況、すなわちどういう状況が、まあいいや、ともかくそれは後で置いとこう。このことはね、今さっき言ったようなこのことは stoked frustration、 frustration、 まあ欲求不満というか、まあ何ちゅうてんかな、不満とでも訳しとこうか、不満を焚きつけた。 stoked っていうのはね、 stoked、 これはなんか例えば蒸気機関車、一番最初に使われた言葉を、蒸気機関車以前にも使われてたかもしれませんが、僕がよく知ってるのは蒸気機関車ね、蒸気機関車で、石炭に木材とか火を灯してね、ブワーッと石炭を燃やす場所ありますよね。
あそこであの石炭を燃やすことをストークって言うんですね、ストーク。でそこで蒸気機関車で火を燃やす人のことをストーカーって言うんですよね、ストーカー。あの例のストーカーじゃないですよ、日本語のあれは、単語が違います、綴りも違います。この場合のストークはこれは、火を何ていうかな、火をくべるというか、火を燃やこのなんかそういう、例えば蒸気機関車なんかで火を燃やすというかね、石炭に火をくべるというか、そんな感じね。でこの場合はこういうものを焚きつけるとなるわけですね。不満を、旅費不満を焚きつけた、ね、加速したというか、ね、それを、不満を焚きつけたのであると、このことはね、このことっていうと、そういうことはだから何これは、すなわちあまりにユーザーが出会いのきっかけを作るのが簡単だから、だからみんな そのマッチングの相手、すなわち出会いの相手をね、交換可能であるかのように思っちゃってると、思ってそういうふうに相手を扱ってしまうというような状況、こういうような状況が、フラストレーションをたきつけたんだとね。だからね、ちょっと不満を増強したのであると、ね、いうことですよね。で、次、セミコロンね、これコロンじゃないですね、セミコロン、ピリオドとコーマがついてくるような感じで、ね、これすでにこの記事でまた出てきたけど、ね、この、セミコロンがついたら前の文みたいなものでね、主語動詞で、主語動詞、次にセミコロンで、また主語動詞となるんだけどね、その普通だったらね、主語動詞ときて、ほんならピリオドでうちはいいじゃないかと、ピリオド、次にラストはこれ大文字にして、で主語動詞ピリオドでいいじゃないかと言いたくなりますね。それはピリオドの場合、主語動詞一つのセンテンスでピリオドしたりして、また別のセンテンスピリオドしたら、この2つの文は全く切り離されてるかもしれないですね。全くというわけじゃないにしても、同じパッセージの中にあるから、同じパッセージの中、同じこの何て言うのかな、その隣り合わせてるわけだから、いくらかは関係あるはずなんですけども、まあそんなにむちゃくちゃ強い関係にはないかもしれない。ところがね、このピリオドだったら、だからある程度切り離されてるんです。ところがこれピリオドじゃなくてセミコロンでしょ。セミコロンということは、前のこのセンテンスみたいなものともう一つのセンテンスみたいなものがある程度かなり密接に関わってるんです。だからちょっと関係ありますよと、まだ関係続いてますよと、この一つ目と二つ目が結構深くつながってるという意味を表すんですね。だからまあそしてというような感じかな、そしてみたいなもんだとね、アンドみたいなもんだと思ってたんですよ、これね。で、Last October, 45 of American users told Pew that online dating was a vexing experience. ね、この前の直近の10月にはってことね。Last October, 10月、この間の10月にはってことですね。これは去年の10月にはって訳さない方がいいですね。いやいや、去年の10月にはって訳せる場合もありますよ。これ去年の10月とは限らないんですね、この Last October っていう。October Last Year って言ったら本当にね、October Last Year、これが去年の10月です、間違いなく。ところが Last October っていうのは去年の10月とは限らない。なぜか、もし11月、12月だったらどうします、今がね。今12月で Last October って言ったら2ヶ月前の10月という意味ですね、ラストというのは直近の、今よりも前の直近の10月ですからね、これね。で、そう、例えばなし、今は10月で、ね。で、あくまでも去年の10月で言いたいときは、ね、今12月ですよ。ほんで、去年の10月で言いたかったら、14ヶ月前の10月という意味だから、その場合は October Last Year と言わないといけない。言ってることは意味わかります？まともかくこれは直近の10月に、でも今はこれ、この雑誌の記事は今5月の記事だから、今5月、読者もこれ5月に読んでるんですよね。
5月の現在から見てラストオクトーバーって言ったら去年の10月に決まってるから、これは去年の10月でいいんですよ、訳し方としては。でもまあこの間の10月というか、そういう場合に理解しておいた方がいいですね。ね、ほんで訳すときは適当に訳せばいいですよ、その状況に合わせて。でもこれ直近の10月という意味なんだとね、今から見てね、この間の10月、アメリカのユーザー、アメリカ人のユーザーたちのうちの 45% がピューに対してこんざっと以下のことを言ったんだと。ピューっていうのはね、これちょっと出てこないと、この前後の関係に出てこないと、ピューっていうなんか会社がなんかあるんでしょうね、そういうふうに思っておきましょう。別にいちいち僕調べてませんけど、まあ会社みたい、会社でしょうね、おそらくね。で、ピューという会社に言ったんだとね、会社にこのように述べた。オンラインデーティングはザ・ヴェクシング・エクスペリエンスだというふうに、この 45% のアメリカ人ユーザーたちが言ったんだと。ヴェクシング・エクスペリエンス、ヴェクス。ね。あの、まあ、なんていうのかな、フラストレーティング・エクスペリエンス、じゃない、アノイイング。ヴェクスっていうのは、アノイね。ちょっとイライラさせる。ね。イライラするような体験なんだと。オンラインでのね、デートでっていうのもな、イライラする 体験なんだ、イライラするんだというふうに、このアメリカのユーザーたちの約半分が言ってたということですね。次いきますね。But。さて、ここでまた But と出てきましたね。And とか But とか For とか So とかいうような接続詞で、いきなり、センテンスを始めてもいいし、このように今回はこれ、パラフレーズに一番最初に出てきますよ。もう極めつけですね。こういうような、The Economist であろうが、New York Times であろうが、何であろうがね、もう片っ端からこれは Bad とか And で、センテンスを始めたりしてるんですよね。のもう大いに結構なんですよ、これね。だけども、念のために、くどくど言いますけども、日本人 の先生とか、英米人の先生にもね、教師にも、困難したりいけないんだという信じ込んでる連中がいるから、そういう連中ともういちいち議論するのも面倒くさいからね、そう言われたらね、はいはい分かりましたって適当に聞いといたらいいんですよね。適当に言って、適当に口を笑わせとって、で、実はそうじゃないんだよと心の中で思っておけばいいんですよね。その証拠についてはいくらでもまた僕はその証拠も全部見せました、別 のビデオでね、また見てください。さて、バッと、しかし、COVID-19 は、これはコロナウイルスディジーズ2019ですね。だからまあ、武漢ウイルスのことですよね。武漢ウイルスじゃない。武漢肺炎ですね。というように訳しとこう。しかし、今回の武漢肺炎は、has rendered では、has made みたいなもんですね。made。users を less flighty な状態にさせたんであると。ね。Render はメイクみたいなもんだと思えばですね。で、現在完了にしてますね。こういうところも、ね、こういうふうにどういうところで過去が使われてる、どういうところに現在が使われてる、ね、どういうところに何現在進行形が使われてるとかね、どういうところに過去完了、どういうところに、ね、今回のように何現在完了が使われてるかということはしっかりと見据えたいですね。さて、今回の武漢肺炎のせいで、ユーザーたちはのおかげでというかな、そのおかげでね、武漢肺炎のせいでユーザーたちは、フライティーっていうのはね、なんちゅうと言うかな、軽薄みたいなのね、軽薄というような感じかな。すみません、ね、フライティー、フライティ、これかな、フライティね、unreliable and uninterested in serious things ね、真面目なものにあんまり興味がないということですね。信頼性が低くてね、で、真面目なことに興味がないと、まあ軽薄というかね、軽薄でフラフラしてるというかね ちょっと信用できないというか、うん、まあ、軽薄というように訳しておきましょうか。フライト、ところでフライトというのはね、フライトというのは例のフライトという日本語がありますけどね、フライ、すなわち飛ぶという単語の動詞の名詞形フライト、
飛ぶこと、飛行ですよね、飛行、飛ぶことね。だからフライト、すなわち飛行便、飛ぶための便ですよね、そういう意味にもなるし、まあ、飛ぶことという意味ですよ、本来はね、フライト。フライの、フライという動詞の名詞形ですよ。ね、で飛ぶようなというような意味から来たんじゃないかと、ね、思ったらいいと思いますよ。ちょっと僕、本当の語源は知りませんけども、一応今はそう覚えてます。ね、ふら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 飛んで飛んで飛んでるような、すなわち軽薄なというふうに意味が変わったんじゃないかと思っておけば覚えやすいですね。本当にそういうふうに語源が成り立ったのかどうか知りませんよ。でも一応そう覚えとったらいいですよね。で、軽薄さが減ったんだと、ユーザーたちは、この今回の武漢肺炎の、しかしながら、武漢肺炎のおかげでね、ユーザーたちの軽薄さがちょっとマシになったと、ね、少しはものを考えるようになったと、少しは真面目にものを考えるようになった。Between late February and late March, the average length of conversation on Tinder, one of the most popular apps, surged by 25%. 2月後半、これ、late February って言った場合、2月後半でもいいし、2月末でもいいし、どっちでもいいらしいんですけども、まあそうですね、2月後半っていう訳していきましょうか。2月後半から3月後半の間に、だから2月後半から3月後半にかけて、Tinder における、Tinder っていうあのアプリね、出会い系のアプリの、そのアプリの中で行われる会話 の平均の長さが急激に増えたと。25% だけ急激に増えたと。これ急激に増えるという感じね。サージ。これはあの理科の世界でもね、電気ってエレクトリシティね、電気が急激に上昇するあの現象のことをサージって言ったりね、あの雷かなんかでね、電気がギュッとあのなんか電圧かなんかが急激に上がるらしいんですけども、そういうようなサージという、カタカナでサージって言いますね。電圧の急上昇みたいなね。そういう理科の世界でも出てくる言葉ですが、まあ、ともかく急上昇する。ね。あの、そういう、何だったっけ。ね。Tinder というアプリでのね、あの、会話の平均、長さの平均がね、あの、25% もアップしたと。で、その Tinder っていうのは、こういうものだと。すなわち、最も人気のあるアプリのうちの一つなんだけれどもということでね、あの Tinder と one of the most popular apps が同格、アポゼッションの関係にあるわけですね。さてと、ここで一旦ここで止めますね。あの、次回に移ります。次回に続きますね。